はいそれでは今日も特集レビューをしていきたいと思います。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画でレビューするという内容になっています。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。この動画の説明欄にもそちらのリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本は「副業の取説というタイトルの本になります。 でこの本はですね、えー、とこのタイトルに「副業」というふうにあるように、えーまあ、あの一般に言われる副業、サブの業務ではなくて複数の業務を、えーまあ、行っていく世の中に向けて、まあ、どういうふうに対処をしていけばいいのか自分が動いていけばいいのかということを、まあ、説明している本になりますで、えーとまあ、大まかな内容としてはですねそのまず複数の業務を持つ、まあ、メリットっていうのはどういうメリットがあるんですかということの、まあ、説明から入って、えーまあ、今のですね 我々を取り巻いている環境がどういうふうに変化しているかということを説明しています。で、その後に、いろいろな副業の種類について、えー、紹介をしていますで。具体的には、例えば、えーまあ、コンビニのアルバイトのような時給型の副業、またそうではなくて、自分の能力を生かしたような副業、例えば、まあ、フリーランスで、えー、プログラミングを書くとかですね、まあ、ウェブサイトを運営するとか、そういったもの、また、えー、不動産や株式といったような投資型の副業や、シェアリングエコノミー型の副業、まあ、何か家とか車を貸すとかですね。 ですね、で最後は資格を活用したような副業、まあ、例えば FP ファイナンシャルプランナーの資格を生かすとか、まあ、宅建の資格を生かすとか、まあ、そういったいろいろな副業について説明をしてますとでこの本の中でですね特にインターネットを活用したリスクの低い副業というのを、まあ、あの推奨していて、まあ、理由が書いてあります。 まあ金銭的なリスクが小さいとか複数の収入源を持つことができるとかまたあとでご説明しますけれども必須スキルである情報発信力を身につけることができると、まあ、そういった理由からインターネット活用の、えー、副業というのを、えー、進めていてで、まあ、最後ですねまとめのような感じで、えーまあ、1億総副業時代に向けてということで、まあ、これからですね日本においても、まあ、1つの業務ではなくて複数の業務を、えーまあ、働いて えまあ駆け持っていくというような時代が来る中で、まあ、どのように我々が動いていけばいいのかということを最後まとめていますで、えー、と今日はですねこの本を読んで面白いなと思ったところを簡単に3点ご紹介したいと思いますで1つは情報発信力が重要であるということで2つ目が自分を中心としたコミュニティを運営するという意識が大切であるということで3つ目が継続は力なりということです でえー、まず1点目の情報発信力についてなんですけれどもこれはあの先ほどのまあ概要説明のところでも少し触れましたけれども、まあ、あのこれからはです、ね、その自分から情報を発信していく力というのがまあ重要になっていきますよということがこの本の中で繰り返し書かれていますで特にです、ねえー、まあ何でもかんでも発信すればいいというわけではなくて、まあ、自分が好きなこと、得意なことにフォーカスをして情報を発信していくというのがまあこれから必須になっていきますよということが書かれています。でこれについてはです、ねまあ随 前からツイッターとかからととですすね流行っていますけれども最近ではインスタグラム、まあ、最近というかもうこれも前ですけれども、まあ、インスタグラムとですね、えー、まあ何か自分の置かれている環境とか能力を生かして、えー、まあ日々のファッションを写真に撮ってみたり綺麗な景色を旅行先で撮ってみたりとまたそういう活動を通じてですね、まあ、ファンを作っていって、えー、まああの自分の周りに いる人に対して情報を発信していくと、まあそういうような活動がまあ非常に盛んになっていると思います。あのまあそういった情報発信っていうのはまあ今後必須のスキルになっていくんだよということをまあ説明しています。で二つ目の自分を中心としたコミュニティ運営と。 いうことについてなんですけれどもこれはどういうことかというと、まあ、あの先ほどの一つ目でご紹介した情報発信力と非常に似ているんですけれども、えー、単に情報を発信するだけではなくてその自分を中心リーダーとしてコミュニティを作るような意識作るというか、まあ、あのコミュニティ化していくというのが非常に重要だということがまあ書かれていました。これはあの他のの本とか、えー、インターネットの サイト等ではですねあまり見たことがない意見だったので非常にまあ参考になりましたで具体的にどういうことかというとまあそのコミュニティっていうのはまあ基本的にリーダーとそのメンバーっていうのがいますで最近だとオンラインサロンとかですね非常に盛んになってきてますけれどもまあそのイメージが非常に近いと思いますでこのコミュニティというものはリーダーとメンバーっていうのは 売り手手とと買いいいでではないんですよということがまあ書かれていました。これは非常に重要な指摘じゃないかなと思ってまして、えー、まあこの本を読むまではですねそのコミュニティとかオンラインサロンというのは誰かトップのまあ価値を持った人たちがリーダーとして存在していてその人たちがえまあメンバーからお金をまあ集めたりとか、まあ、お金はな,いなくてもまあ何かこう意見を集めたりしてリーダーがメンバーに発信をしていくというふうに私は考えていました。 ですが、実際にはそういうものではなくて、えー、リーダーとメンバーっていうのは同じ方向に向かって一緒に歩んでいく仲間なんですよ。ということが書かれていました。まあ、リーダーがビジョンを語って、そのビジョンを実現するのに、まあ、メンバーが一緒になって歩んでいくと、とまあ、そういう意識が大切ですよ。ということがまあ書かれていました。 でこれはあのこの本の中に書かれてたわけではなかったと思うんですけれどもあの会社の運営に少し似てるんじゃないかなということをまあ感じました社長だから偉いとか、えー、事業部長だから偉いとかそういうわけではなくてですねやはりまあ彼らが持っているビジョンその能力から出てくるビジョンというものをみんなが一緒になって実現していくとまあ、そういうような意識を持って会社運営ができている組織っていうのは非常に強いなということを、えー、まあ別のところで感じたことがあってあのその意味で非常に参考になる指摘でした。また私 私自身会社員ですので、まあ、あの会社の、えーまあ、組織運営にも使える考え方かなというふうにも思いました、はい、ちょっと打速ですけれども、えー、で最後3点目ですねで継続は力なりということですでこれについては、えー、と私はですねこのチャンネルの、えー、チャンネル名をですね一時期継続は力なりという言葉を入れていたことがあったんですけれどもやはりその途中で何かを継続できなくなってしまう人歩みを止めてしまう人っていうのは、まあ、圧倒的にその実践量が足りていないということがまあ書かれていました。 でこれはまさにおっしゃる通りだと思いますあの今テレビに出てらっしゃるです、ね、タレントさんとか、まあ、例えば、えー、インターネットで有名になった方々もです、ね、あの実はよくよく調べてみると、まあ、非常にご自身で苦労や努力っていうのをしていますで誰も失敗せずに成功している人っていうのはいないわけであって、えーまあ、その意味では、えーまあ、成功するためにはもうその前提にたくさんの失敗があると。 いうことですでまあそういうことからしてもですねあの何か辛いこととか難しいことできないことがあってもですねそこで歩みを止めてしまうのではなくて、えー、まあ、自分との約束を守って継続できる人っていうのがまあ、最終的には成功に近づいていくんですよということが書かれていますで、これについてはその副業という観点でなくてもですね全くあの正しい考え方だと思いますでまぁ、あ、特にですね副業ということをやっていこうとするとまあ、今までの会社で管理されるような立場から自分でその複数の業務 を管理していいいかなななきゃいけない立場になるとでそういう中では特にその継続をするっていうことが難しくなってくるっていうことはまあ容易に想定されますので、まあ、そういった中でもまあ諦めずにまあ日々継続を続けていくっていうことが大事なんですよということがまあ書かれていました。 はいえー、少し長くなってますけれども、えー、一般にですねちょっとこういう副業の取説とかっていう本ってなかなか内容があのこう深くないことが多くてですね、あのー、率直に言ってすごく期待して読み始めた本ではなかったんですけれども結構あの他の本と違った観点とか地に足がついた考え方っていうのが多く紹介されてたような気がしますので、あのーまあ、これからですね複数の業務もしくはまあサブの業務ですね副業でもいいんですけれども何か考えてらっしゃる方は一度読んでみると とま面白いんじゃないかなというふうに感じました。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録グッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。